皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今日からはザ・ゲームキッチン制作の 2D ダークファンタジーメトロイドバニア作品ブラスフェマス、こちらをね遊んでいきましょう。名作ダークソウルに影響された陰鬱で重厚な世界観が前編にわたって美麗なドット絵で表現されており、パリや回避といった要素が絡む激しい剣撃アクションも魅力な作品です。今回は日本語対応した本作をプレステ4版にてプレイ。ゲームの特徴やシステムを解説しながら、いつものように 1440p、60fps の超高画質で動画をお届けいたします。2020年のまずは1本目の作品、この骨太の死にゲーで今回も皆さんと一緒に癒されていきましょう。ではね、マイキはこれにして早速遊んでいきましょう。ブラスフェマス。さあどうね、まず始める前にオプション見ていきましょう。設定画面。ゲームアクセシビリティとサウンドの3つ。上からかな。まずゲーム。チュートリアルの表示。有効無効。これそうね。デフォでいきましょう。有効で。で、次アクセシビリティ。振動と画面の揺れ。これも有効かな。で、最後。サウンド。これもデフォでいきましょうか。割とこうシンプルですね。オプションに関しては。と、エクストラ。クレジットとメインメニュー。よし。じゃあこれでいきましょうか。ニューゲーム巡礼。神聖な恋なんだね。巡礼。で、巡礼選択。データスロット。まずこれかな。Because it is my guilt, I claim you grievous miracle. Make my chest hurt with regret. Forge your punishment and nail it deep.And thus, guilt, repentance, mourning, and every pain of the soul of all kind were visibly and tangibly manifested everywhere and in all of us. Sometimes in the form of blessing and grace, sometimes in the form of punishment and corruption. That divine will.Equally pious and cruel, which we could not and will never be able to unravel, was called the miracle. さあ多分こっからゲームスタート。これは主人公 L1。 主人公これか。とんがりコーンマン。単純のフラスコ瓶。 L1 を押すと単純のフラスコ瓶を一つ使用し生命力を回復できる。空になったフラスコ瓶は軌道台にひざまずくことで補充ができる。空の単純瓶を見つければ使用可能回数を増やすことができる。まあこれ俗に言うエスト瓶だよね。ダクソで言う。でおそらくこれも主人公か他のループしてんのかな。背景のそっちも、とんがりコーンだらけ。で、四角で振っていきます。あ、そこね、そう、そこ超いけそう。ただ、今できない。このアニメーションすごいね。あの、冒頭とかさ、イベントシーン。全部ドットなんだ。ザ・ゲームキッチンさん。ディベロッパーさんね。過去作ね、多分一個だけ。ザ・ラストドアっていう作品でした。それもね、全部ドット絵調だった。ドット絵調のホラーアドベンチャー作品。なんでもおそらくディレクターさんが好きなのかな。このドットの表現がね。そこにこう、こういけそうじゃない?よし。なるほど。こう捕まっていけんだね。ほうほうほう。で、
滴す罰で多分降りるんだ。一段降りて R2 がスライディング。これ回避に該当するのかな。 R2 まあ随時ね使っていきましょう。でこれは壊していける。四角よし。三角押しても反応がない。丸ボタンも特になし。今のとここれのみ、四角のみ。でこれはその祈祷台。祈祷台で三角を押すとゲームの進行度をセーブできるほか、体力やフラスコ瓶を回復することができる。プレイヤーが死んだ場合、最後に訪れた祈祷台で復活する。でこれは強い。祈祷台で休息すると倒した敵は復活してしまう。まあこれもダクソとかね、二用システム。こう考えるとダクソやっぱ偉大ですね。ベースになってる。よし。で、回復2つ。おや、で、早速なんかでっかいのいる。なんだい？これ、ボス戦か。目する悲哀の番人。チュートリアル兼ボス戦。回避してからのお尻を切って、よし。あ、これスライディング意外といいな。使い勝手がいい。結構かわしていける。あ、今のあれ食らうんだ。学習した。やい。もう一発くらい食らったら、もう一発食らったら回復する。よし。あれ消費派ね。ここで回復して、よし。これ、ね、回復量そんな大きくないぞ、これ。もう一発回復しようか。よし。もうちょい。あと一発ぐらい。よし。しりぎり。え、この帽子ってああやって使うの？血を溜めておくなんていうの？バケツなんだ。マジか。で、ここでも結構死んでますね。他の人。このなんかね、ループしてる感じ。あれっぽいね。デッドセルズ。さあ、この先。あと画面左上。青いゲージあれなんだろう。と、そこに、よし。あ、上切りこれできるんだ。と三角。扉を切るには修道士長室の鍵が必要だ。鍵かまだ持ってない。インベントリ。で、これマップか。タッチパッド。これさっきの祈祷台ね。となったら進むのみ。さあ、新マップ、聖戦。Regretful be the heart, penitent one.The anguish of the eldest brother has now come to an end. 心は悲哀に溢れている介護者よ。修道士長の苦悶はここに終わりを迎えたのだ。I am Deo Gracias, witness to and narrator of the acts of the grievous miracle. Such is my penance, as yours is silence. 私はデオグラシアス。厄災なりし奇跡をもたらす宮座の証人であり、語り手。沈黙こそがそなたの食材であるように、それこそが私の食材である。罪人なのか。 The cradle of affliction is what you seek. This can be found in the mother of mothers of the churches.行ってみようか。Place separated from the rest of these lands by a great sacred and forbidden door. その場所は神聖にして禁じられた大きな扉によって
私たちのこの地から遠く分け隔てられている。Even a wise penitent like me knows nothing of what lies beyond those high walls. あの高い壁の向こうに何が待ち受けているかは、私のような賢明なる罪人でも知らない。However, what I do know is that, according to the rule, one must carry out the three humiliations to gain access to what they guard. しかしこれだけは明らかだ。規則によれば、壁によって隔たれている彼の地にたどり着くには、三つの屈辱を果たす必要がある。One of them must be performed in the high mountains, covered in thick blankets of snow and ice. 屈辱の一つは、厚い雪と氷に一面が覆われた高い山脈で果たす必要がある。Another in the depths of a dark, entombed church where the sleeper lies.もう一つは闇の奥深く、眠れる者が潜む埋葬された教会だ。And the last one, at the end of the trail, carved by moans that claw their way out of an iron spiral, in the bowels of the bell named Hondo that grows into the earth. そして最後は、鉄の螺旋より先に出た埋め木によって刻まれた痕跡の最果て。地中に育った Hondo という名の鐘の蝶の中で、そなたを待ち受けている。つまり3つのステージか、それを突破してからラスボスに行きなさいと。Take this thorn and place it on the handle of your sword. このトゲを受け取り、剣の柄にはめ込みなさい。If, when the time comes, as you grip your weapon firmly, you notice that it wounds you and makes you bleed. その時が来たなら、そしてその他が剣を強く握りしめるにつれ、トゲはそなたを傷つけ、血を流させるだろう。Having grown, with more thorns sprouting from it, writhing over the figure of the father carved into the knob. 大きく育ち、より多くの棘を生やし、取っ手に掘られた父なる神の彫像に巻きついたその時。That will mean that you are at the mercy of the grievous miracle, whether for its punishment or its forgiveness.それが天罰であれ、免罪であれ、そなたが厄災なりし奇跡の慈悲を得たことを証明するだろう。で、トゲくれました。ありがとう。で、インベントリ、オプションボタン。オプションボタンを押すとインベントリを開くことができ、今までに手に入れたアイテムを確認できる。で、このトゲですね。で、こういったアイテムにも一応ね、フレーバーテキストがあります。デオグラシアスからの贈り物。剣の爪より下の歪んだものの彫像に打ち込まれている。奇跡によって生まれたこの棘は罪業や罪悪感を喰らい、持ち主が背負う重荷とともに成長していく。で、伝承する。三角ボタン。これ伝承するっていうか、あれか、この棘にまつわる話かな。デオグラシアスの告別の言葉。大修道院長よ、私は小さな子供の頃からこの大修道院で社事生をしていたことをあなたは知ってるだろう。教会聖人大いなる苦痛の奇跡について私は書き写してきた。このまま社事戦を続けたい気持ちはあるが、私はこの修道院から出ていくことにした。壁に囲まれたここでは奇跡の宮沢をこの目で見ることができないからだ。聖なる宮沢を私は目の当たりにしたい。雨であろうと晴れであろうと、私の足を焼き尽くす砂の上であろうと、私は奇跡の語り手となりたいのだ。このテキスト結構凝ってますね。ちゃんと日本語選んでローカライズしてる。 Even a wise penitent like me No, however,What I do know is that someone will be the heart penitent one. ここら、ひたに溢れている。よーし。で、ここで、祈祷台。祈祷して、三つか。まずどこに行くか。てか、どう行くか。これ、敵だろ、多分今の。あとね、本作、パリーもあるみたい。パリーやってみたいんだけど、いで。触れるとこれ食らうんだね、今の。ゆっくりゆっくりこう寄ってきて、そこにこうしたが車輪使いがいる。あ、出ました。パリーですね。上級テクニック。パリー反撃天罰。R1を押すと敵の弱い攻撃をカウンターし、強い攻撃をさらすパリーができる。カウンターの瞬間に四角を押すと、より強力なカウンター、天罰を発動できる。パニッシュメントかな?これがその、これなんていうの?これガードっていうの?はい。じゃ、もうちょいもうちょい。よし。で、こうね。ちょい早めかな?あれっすか?おし。で、再び、早めに出してから、
おい、欲張るところいかんね。よし、で下切り、これもできる。ここら辺はやっぱりチュートリアルって感じかな。あとこのパリ、これね、ずっと稼働はできません。一瞬だけこうチンみたいなの。なるほど、学習した。本作ね、ボリューム一周がね、10から15時間ぐらいっぽいね。なので、割とサクッとできるかな。よし。で、これ何？クソ玉？何やこれ？あ、待ってね。で、これは騎士っていうのかな？騎士を使用するにはインベントリで騎士を装備する必要がある。やってみようか。インベントリで、これですね。ミステラリシェ村落のベルディアです。今なき村の祝祭において、村中に響き渡っていた歌。その歌の力は床や壁、天井などを伝っていき、介護者に仇する敵に害を及ぼすだろう。守りの歌か。この騎士を歌う前には、紐のついたホラガイの音が響いていたというが、今となった沈黙のみが残る。で、さらに伝承。雨が降ろうと風が吹こうと、この地に恵みがあらんことを。歩んでいようと眠っていようと、この地に恵みがあらんことを。昼であろうと夜であろうと、この地に恵みがあらんことを。これ世界観だいぶいいですね。こういったなんていうの、村の風土とか文化ね、そういったものも設定されてる。で、さらにチュートリアル、騎士と熱情。騎士を装備した状態で L に押すことにより騎士を発動できる。騎士や一部の戦闘テクニックは熱情を消費する。敵を攻撃したり処刑したりすることで熱情を貯めることができる。これがの青ゲージか。熱情、これも深いね。喜びなんだね、彼にとっては。熱情で L に、あ、また間違えた、 R に押しちゃった。 L に、よし、横方向攻撃で、さらにそこに何かあるんだけど、あれが取れんのね。よし、でこいつはパリる。怖っ、撃ってこいよ。よし、そこはまだ取れないかな、これね。どうやっても無理ですね、届かない。じゃあ先行こうか。あとね、本作これキーバインドできるのかな。アビリティ、多分ここら辺強化要素かな。クエストアイテム、生物、ロザリオ、オプション、アクセシビリティ、これはキーバインドないかな。ですね。となったら進むのみよ。はい。あ、待って。こっち来た。こっからあれか。そこに登っていけないのか、こいつ。ぬかるんでて。ちょい。こいつ。あと、この下の人。一旦回復。この沼地、これえぐいな。よし。そこのね、足場、そう、捕まって。倒すにこれないかな。ね、ソウルが溜まるわけでもない。あ、でも、お金か。右上の475。あれ、溜まってるかな。じわりと。あー、なんかレアっぽいもの持ってるぞ、あいつ。なんだよ、それは。ベイビー。38。月光の子供たち。子供たちはクグストディアのあらゆる場所に囚われている。カゴに攻撃やスキルを当てて子供を解放しよう。ヨッシーアランドのベビーマリオ。これいける？よし。これ強いな。で、パリって、はい。お疲れさん。だんだん慣れていく。There is no answer to our plea. The miracle has forsaken us, and my ornate throne turns its back on those who await here. よし。で、村に来ました。アルベロ。タッチパッドを押すとマップを表示できる。これも廃村かな？さびれ切ってる。ちなみに、こうした作品でね、コスパがめちゃくちゃ良かったの。やっぱね、ホローナイトかな。
あれがね、ダントツ1位。あれはね、やばかった。いい意味で。セールでね、700円ぐらいかな。前後で買えて、やろうと思うとね、100時間とか普通に遊びます。1周クリアするのにだいたい50時間ぐらい。あ、これ人いるんだ。Sorrowful be the heart, penitent one. Welcome to Albero, sanctuary to this humble brotherhood of the kisses of wounds. 心は悲嘆に溢れています、介護者よ。この私たちの修道会、口づけの連射の聖地であるアルベロへようこそ。Few remain here who can still employ it, but Tirso is my name. 修道会を運営する者は少なくなってしまいましたが、私はティルソというものです。There are few of us who still care for the sick and ailing.最後に残った私たちはここで病に苦しむ者を世話しています。 With devout kisses we bless the wounds of those who seek our protection. Thus both we and they remain at the mercy of the miracle. 敬虔な口づけを傷に施し、その傷を祝福することで、私たちと彼らは奇跡の慈悲を享受し続けることができるのです。 Time outside these walls passes by strangely. In sundowns we need not contemplate.この壁の外では時の流れが異常であり、通過日没に考え事すらできません。But if your penance happens to carry you under said skies, be so kind as to bring us some ingredients for our ointments. ですが、食材を放すあなたはその時の影響を受けない。どうか難航に必要な材料を持ってきていただけないでしょうか。The will in the miracle shall show you which ones they are. その材料は奇跡の意志が指し示してくださります。指し示せよ。どっちだよ。どこらへんな。 Time outside these walls, but if your penance happens to carry, sorrowful be the heart. 日没が続く。朝は来ないのか。と、アイテム。鳩の頭蓋骨。これどう使うのこれ。で、これがですね、ロザリオらしい。ロザリオに弾を装備することで、介護者の能力を強化することができる。結び目を見つければ装備できる弾の数が増加する。で、まず鳩の頭蓋骨。コレットとして加工された鳥の頭蓋骨。脆い見た目ではあるが、介護者の防御を少しだけ強化してくれる。と、伝承ね。ある日の朝、家計のための薪に火がつけられた。聞く耳を持たない宗教裁判官たちに向かって、囚人が必死に嘆願を続ける中、一羽の白い鳥が天より舞い降り、囚人の肩に止まった。鳥は囚人と共に炎に燃やされ、やがて灰になった。その鳥の頭蓋骨。と、そっち行けて、これテキストいいね。このダークな雰囲気。まさにダークファンタジー。あ、で、ずーっと下行けるんだ。会話できない。と、なんかそこ行けそうじゃない？これ無理か。え、これどう行く？今ここにいて、先わからんしな。Penitent one, you who carry the painful guilt in your cracked hands. Lend it to us and alleviate our burden.Lend it to us and wipe away our tears. Because it is an act of penitence. さあ、これで開くのか。いや、というわけじゃない。懺悔の剣の美徳が上昇した。懺悔の剣の祭壇。懺悔の剣の祭壇を訪れると剣を強化できる。償いの涙を支払えば戦闘テクニックもアンロックできる。より多くの祭壇を訪れることで剣に秘められた力を引き出し、強力な技が使用できるようになる。ほうほうほう。じゃあやってみようか。今ね、525円。なんか買えるかな？懺悔の剣。500円、500円。この2つかな？罪深き憤怒。懺悔の剣の力をその刃に集中させて、剣に秘められた力を解放する。一撃だけだが破壊力のある攻撃を敵に放つ。タム切りね。と、もう一個。在庫の重み。落下の速度と勢いを利用し、強力な落下攻撃を行う。落下中に下キープラス四角ボタン。これどっちかっていうとこっちかな。タム切りかな。
と2000円。最後の言葉。三連撃の後に強力なフィニッシャーを放つ。名前かっこいいね。最後の言葉っていうさ。と1500円。神聖なる一月。回避の勢いを利用して、遠く離れた敵に向かって残儀の剣を突き刺す。回避中に四角長押し。結構トリッキー。じゃあこれかな。解放する。よし。で、こう溜めて、あ、これ。あれなんだ。あのね、動けない。マジかこれ。あ、そう。ちょっとなんか、思っていたものと違ったね。空中で溜めらんない？あ、無理ですね。なるほど。じゃあ、確定の隙をついてっていう感じかな。なかなかに扱い難しいな。と。ここで離して、そうそうそう。そっち行けるし、あと上行けるんだよね。これ、こっちダンジョンっぽいね。アルベロ。と、こっちの上。これ繋がってんのかな？あれですね。で、こう、ガッチャン。え、これをこうなんかガッチャンするんじゃないの？あと、キーナの落下ダメージかな？ちょっとやってみていい？落下食らうのか。食らわないんですね。そこの上。と、窓。何時の目の前にあるのは、神聖イブス教団の巻き上げ式の扉だ。We gather the remains of those who were separated and forgotten, so we can grant them holy burial, as our charitable rule prescribeth. この教団は忘れられた者やバラバラになった者の亡骸を集め、彼らのために神聖なる埋葬を行っている。それこそが我々の完全なる規則だからだ。Help us these poor souls, O penitent one in silence. The order blesses you. 哀れな魂たちを救ってくれ。ああ、沈黙を守りし介護者よ。教団は何時を祝福しよう。歓迎してくれてるっぽい。入れはしないか。で、まあ、そこもね、届きませんね。あの檻。やっぱ弓とかかな、欲しいの。で、再びなんか怒ってるよ。結構怒ってんな。これですね。墓掘り人、ブラノンの死骨。ブラノン・ジュシュア・ミリンズはその一生の中で友人家族、そして敵のため、何百もの墓の穴を掘った。しかし混沌が広がり、彼の墓の穴を掘ってくれる者はいなくなった。あ、なんかヤバそうなやついるよ。教会廃墟の荒野。敵のパターンがわからねえ。ドーンか。はい。あれ、重いな。そう。よし。ただ、見切れば勝てる。と、この下ね。よしよし。カメラはこう若干動く。ああいうやつか。なんか投げてくるやつね。こいつは、サクッと、そうそうそう。やっつけて、こっちは無理か。二段ジャンプとかぜひ欲しいんだけど、まだ無理でしょうね。めちゃくちゃありそうだけど。あ、危ねえ今の。あ、こうなんのか、さっきの重いやつ。よし。そう、さっきの壁があったんでね、飛ばなかった。よし。これね、地味にむずいわ、このゲーム。適度にね、なんかね、いい感じにもっさりしてんの。おっち、こいつ振り早い。いや、これ見て反応できんよ、こんなの。できた。よし。いいね、斬首切る。あ、で、こういうのは良くないっすよ。はい。あ、死んでねえ。パリってこう。パリ大事ね、これ。パリ。よし。で、ぴょんぴょん行って、こっち。こいつも。パリー大事。パリーができないとこれ積むね。パリーゲですね。と、こっちの右。祭壇ないかな、どっかに。これ、再び外を入れ。早かった。
よし、そこにアイテムあるんだけど、上もいるんだよね。まずい、これガチまずい。いやこいつ重すぎだろ。これまずいな。ガード、まずこいつをそうやっつけて、下からえぐる。よし、そこ行ける。あ、よし、いた。で、何でしょう今の。これですね、布告者バロックの幽頭骨。その通達は処刑だれ批判だれ、バロックは常に大声を張り上げて人々に知らせていた。しかしある時、愛する家族に下された判決文を読み上げることになった彼の声は日に日に力を失っていった。悲しい話。基本的になんか全部ダークよね。暗いわな。ただそれがいい。よし、さあベイビー解放して、さっきのさ下方向これ気になるよね。となるとね、何も動き。まず回復して、そこきついな。こいつ、よし。で振らせて、火に三角。よし、でこれは昇級切る。いいね、モーション細かいな。ここら辺にないでしょうか。さっきのさ下の方向はね、行くべきだった。もしかして行ってないんだよな。ね、マップがねよくわからん。まだセオリーが。ここら辺にないんだな。ちょっと待ってね。できれば最後にセーブして一旦終わりたいところ。ここもない。となると思う、こっち。ここもないのか。あーでも上行けんだね。こいつ硬いな。パリつかないと。はい、よし。これ体力的にそうそう、これまずくないですか。あ、でもまたこういうの来るよ。こっからそこにこうピャッと行って捕まって、ロックマン的ですね。こう行ってからのこうだろ。よし、セーブポイントどこなくね。でアイテム、高血なる痛みの心臓、剣の心臓。残儀の剣に心臓をはめ込むことでその性質を変更できる。強力な効果を授けてくれるが、それには代償を求められる。デメリットがあるのかな。これですね、過去の祈りによる祝福を受けた剣の核、残儀の剣にはめ込むことができる。防御補佐し、パリの持続時間を強化する。しかし敵の攻撃に対して無防備な時間がより長くなってしまう。これはなかなかにリスキーですね。で、これは伝承らしい。これすみません、ちょっと長いんでね、読みたい方は一時停止して読んでいてくださると嬉しいです。悲嘆なる奇跡の御業と恩寵第2節。聖書的なもんか。で一旦装備してみて、今これ装備してんの。装備する。ちょっと待ってね。いや装備がね今できないかな。これ丸ボタン、うん、出ませんね。まだ装備ができない。ちょっとこれ来すぎたのかな。あ、あとそこにあれいるわ。あれも飛んでこうできないもんな。さあどうね、すいません、今回時間の切りがちょうどいいんで一旦断りにして、で次回ですね、さっき言ってなかったそっちか、そっちの下の方向と、であっちを潰してからこの先ですね、ここから先を攻略していきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。どうね、また次回にプラスフェマスでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。